フリーレンが鈍感すぎてネトミンからクソボケ力と呼ばれてしまっているそうです。現在アニメが大人気放送中の早々のフリーレン、寿命に差がある人物同士が交流するという他作品にはない切り口で展開していく当作品においては、主人公であるフリーレンに対してすでに寿命で亡くなってしまっている勇者ヒンメルが抱いていた恋愛感情などという簡単な言葉でくくることは難しいクソデカ感情が物語を盛り上げる重要な要素となっております。勇者ヒンメルはすでに亡くなっているので、ほとんど回想シーンの中でのみ活躍をするキャラクターなのですが、その回想の中で取る行動の一つ一つがあまりにもいい男すぎるということで、ネトミからは登場するたびに好感度が上がる男、ここ最近のアニメキャラの中で一番イケメンだと思うなおと言われるほどの人気を博しており、公式が行った人気投票では個人であるにもかかわらず主人公のフリーレンを抑えてなんと1位に輝いておりました。しかし一方で早々のフリーレンの物語では、このヒンメルが亡くなって初めてフリーレンが人間を知りたくなるというストーリー構成をしているため、生前のヒンメルが抱いていたフリーレンへのクソデカ感情は最後まで実ることがなかったということで、ファンの中にはヒンメルが報われなくてかわいそうというような同情の声が上がることも多いみたいです。その中、先日放送された最新話にて一部のファンがついに爆発していましたね。こちらアニメ14話におけるラストシーンです。この話は原作で描かれた時から人気を集めていた話だったらしく、公式が発表した各話ごとのエピソード人気投票においては堂々の1位を獲得していた、まさに神回だったのですが、話の中で挟まった過去の回想シーンの中で、生きていた頃のヒンメルがフリーレンの薬指に仰々しく膝をついて指輪をはめていたということが明らかになっていたんですよね。さらに作中において、この薬指にはめられた指輪にデザインされている花の花言葉は不穏の愛情という意味を持つものだということが説明されており、アニメ版ではご丁寧に二人を祝福するかのようなタイミングで教会の鐘が鳴っておりました。この時アニメの実況スレなどは、こんなプロポーズじゃねえか、おい鐘鳴ってるぞなおとネトミンが大興奮しているレースで埋め尽くされていたのですが、作品を見ている方はご存知の通り、この時のフリーレンはおそらく一連の行為の意味をいまいち理解していなかったんですよね。実際時系列順に考えると、このプロポーズのような指輪をはめる仕草をした後、フリーレンは50年ヒンメルと離れており、この指輪の花言葉が苦音の愛情だということを数十年越しに説明された時には、どうでもいい、ヒンメルもそんな花言葉知らなかったと思うよという発言をしていたということで、ネトミンからはヒンメルここまでやって50年放置か、これで伝わらねえならもうノーちゃんだろうがよ、クソボケエルフなおとヒンメルの報われなさに絶望する声が上がっておりました。もちろんこの切なさこそが早々のフリーレンの魅力だということは分かっている方が多く、だからこそこのエピソードが人気1位に輝いているのだとは思いますが、アニメとして改めて切なそうな顔でフリーレンと話すヒンメルを見て感情が爆発した方々が多かったらしく、タクスレットはフリーレンの鈍感さにブチギレる人で溢れていましたね。変な渡し方するな程度の認識だったんだろうな。もしかしてこのエルフめちゃくちゃクソボケなのでは。この後二人の関係が何もなく終わるのが確定してるの辛すぎるよ。やるせねえ、ヒンメルはもういないじゃない、これちょっとやらしい雰囲気にしてきます。なおと叶わなかった二人の関係にむせび泣く方々の声が溢れていましたね。しかし一方で、これだけどうしようもなく鈍感なクソボケエルフが変わるきっかけを作ったヒンメルってやっぱりすごくねと再認識をする方も多く、ヒンメルという男、おそらく生涯かけてクソボケエルフを落とすのではなく、自分たちがいなくなった後彼女が寂しくならないように生きた証を世界中に置いてきたんですよね。勇者ヒンメルはフリーレンの心に傷なんて残したくなかったイケメンなんだけど、イケメンなのでしっかり傷になるんだねと自分の寿命を考慮して最適ムーブをしたヒンメルを称賛する声も多く上がっていました。もちろんフリーレン様のことをクソボケエルフと言ってる方々も本気で言っているというよりは、このやるせない関係に対しての悲鳴を上げているだけだと思いますが、クソボケエルフとかいう身も蓋もないあだ名が浸透しつつあるのが個人的にツボでした。今回のストーリーは早々のフリーレンという作品の良さがみっちりと詰まっていたので、もしまだアニメを見てないという方もこの機会にぜひ視聴してみてください。こいつニュースでした。ご覧のスポンサーです。